どうもみなさんこんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は撮影自体は前回と同じ時にやってたんだけど、ちょっと前の島探索で結構時間使っちゃったからね。お前がビクビクして進行が遅かったのが原因だな。いやそれは毎パート恒例だから変わらないんじゃない？変わってほしいものだけどな。人はそう簡単に変われないのよ。何を半切れで開き直ってんだこいつ、と、これは、なんかあるわね。さっき PDA が言ってた大型の墜落船っぽいな。本当にかなり大きいわねこれ。だな。東京ドーム2個分ぐらいありそうだよな。そのよくあるちょっとわかりづらい例えやめない？東京ドームのやつってなんでそういう例えするんだろうな。どうなんだろうね。ちょっと気になるわよね。あ、ちなみにこれが墜落してたのはパート4で探索してた紫色の炎上がってたところね。というかこれ入り口はどこにあるんだろうな。もしかしたら入れないのかもしれないわよ。こんなに目立つようにあってオブジェクトなわけはないだろ。いやというかほんと大きいわね。ここ探索するとして酸素持つかな。まあさすがに溺死するようにはなってないんじゃないか。まあ確かにね。多分あの酸素吸える植物とかありそうよね。ただまあ何にせよ入れそうな場所見つけないと探索のしようがないわね。もういっそのことシートラックで体当たりすりゃいけんじゃねえか。確実にシートラックが壊れる、と。お、そこからなら入れそうじゃない？確かに入れそうだな。早速探索していくか。というかこれ墜落してからかなり経ってるっぽいわね。植物すごい育ってるわ。機械とかも苔だらけですげえことなってんな。お、そして補給箱見つけたわね。中身はパワーセル。強い方の電池だな。というかこれだけ周り苔だらけなのに中身無傷って補給箱すごいわね。すげえ頑丈に作られてそうだよな。そしてこれはスパインフィッシュ。マリオに出てきたあの骨の魚っぽい見た目ね。低カロリーらしいから健康になれそうだな。このゲームこういう魚一匹一匹に味含めていろんな特徴あるの面白いわよね。刺身にして食えそうだよな。一階部分は特に何もなかったから息継ぎに来たわ。お、見たことねえやついるな。なんか面白い見た目してる。ってなんかあの魚に変な攻撃されてる？とっさにシートラック入ったおかげでなんとか回避できたな。なんとなく草食っぽいかなって思ったんだけど。襲ってきたってことは肉食なのかな？今の魚はリリーパドラー。タツノオトシゴっぽい魚で草食ミョンね。今のは自己防衛で混乱させてくる攻撃してきたみたいミョン。日本脱出だよね。それは別の自己防衛。まあイメージ的には前の凍らせてくるペンギンと同じ感じかな？だな。直接攻撃はしてこないが場合によっちゃ脅威になりそうだぜ。まあまたここの探索戻ろうか。なんて名前の船なんだろうな。墜落してたし、カプコンとかそんな感じじゃないかな。カプコン製なら墜落しても仕方ないな。というかそこの左行けそうだけどドア塞がってんな。これ確かレーザーカッター使わないとダメだった感じね。なら今すぐは探索できないのか。そうっぽいわね。まあそれでも行ける場所あるからそっち見てみようか。レーザーカッターはダイヤ見つけてあるから作れるし、また今度作って戻ってくるか。というかこんな苔だらけの補給箱の中に水と食料入ってたんだけど、食べたら絶対にお腹壊すよねこれ。賞味期限切れどころの騒ぎじゃないんだぜ。まあレーザーカッターないと探索できなくなっちゃったし、戻ろうか。また今度作ってから来るか。さて、じゃあ一旦拠点戻ろうかな。お、さっきのやつ泳いでんな。ってあれ、右側に見たことないバイオームあるわね。木みたいのが生えてたな。早速行ってみるか。ってことで近づいてきたわ。なんかその横の木っぽいの頭マッサージするやつに見えるな。確かにそれっぽいけどその例えわかる人いるかな。だがこのバイオームも見た目は綺麗だな。中身はすっごい性格悪い魚ばっかかもし、ほらほらほらそうやって巨大な生物を検知したって出てたな。忠告はありがたいんだけどそれ半分ぐらい脅しみたいな感じよね。近くに巨大な生物いるからせいぜい頑張りな的な感じよね。そんな悪意ある言い方してなかったろ。というか逃げるまでの速度早すぎない？まあほらこういうゲームは得体の知れないのがいるならとりあえず逃げておいた方がいいじゃん。冷静な戦略的撤退よ。めっちゃ操作がバッてるあたりからくっそ焦ってるのが伝わってくるんだが、アスエッセアエセサエサエアセサエサってないし、ごめん、なんて言った？マチアタワチのスキルにあれば余裕だし、頼むから日本語で実況してくれないか？まあとりあえず探索してみて危なそうなら逃げる感じで行こうか。めっちゃキョロキョロしてて酔いそうだぜ。大型のやつ警戒しなきゃいけないから許して。まあさすがに見たこともねえやつに背後から襲われたらマジでビビるもんな。まあでもさすが新しいバイオームって感じね。小型の魚も新しいのいるしそこら辺に見たことないものもあるわね。
地面から生えてる岩っぽいやつも初めて見るな。周りに特に大型のいなさそうだし、降りて調べてみよう。めっちゃ綺麗な二度見してたな今。いやだって降りる前は見えたなかったもん。あんなのこの距離からでも巨大さがわかるな。前のイカサメなんか比にならないレベルだろあれ。絶対にヤバい、絶対にヤバいのはわかるんだけど、近づいて確認してみたい欲もちょっとあるのよね。いやあれはやめておいた方が良くないか。気になるけど、映像からもプレイ中の格闘が見えてくるんだぜ。まあある程度見た目がわかるぐらいの距離までは近づいてみようか。本当にすげえでかいな。だが見た目的には前のイカサメをそのまま大きくした感じっぽいよな。あの上のトゲトゲしてる部分ちょっとかっこいいわね。というかなんかバグってないか。なんかすっごい回ってるわね。というか近づいたらほんとその大きさがわかるわね。よし、帰ろうか。ここまで近づいて帰るのかよ。いやもうね、あいつは絶対に近づいたらヤバいやつだと思うわ。まあ間違いないな。ってことで戻ってきたわ。そして前回見つけた水ろ過装置のためにエアロゲルが欲しいのよね。じゃあルビー探しに行くか。ルビーか。どんなところにあるんだろ。まあ適当に探索してみようぜ。それじゃちょっとこっちの方行ってみようか。というかこのケーブルみてえなの前も見かけたよな。これ辿ればなんかあるのかな。もしかしてルーターとかに繋がってる感じ。いつの間にLANケーブルになってんじゃねえか。でも確かにどこ繋がってるんだろうね。ルビー見つけたらこっちも行ってみようか。お、そしてここいつもとちょっとバイオーム違う？すぐ近くに陸地っぽいのもあるな。というか前にいたクラゲがすごい数いるわね。だな。まあまあ多めの数のクラゲがいるね。マジですげえ数いねえか。クラゲ好きな人でも引くぐらいの量はいるわね。うわぁ、ほんとにいすぎでしょこれ。まあでもこんだけいるんならここ特殊なバイオームとかじゃねえのか。確かにね、ここ探索すればルビーとか新しいアイテム見つかりそうよね。ただほんとさっきのでかい魚とは違うベクトルで恐怖感じるわね。なんかトラウマになりそうな量だぜ。しかもこれ一匹一匹に目みたいのがついてるからね。ほんと寒気してくるんだけど。これマジで視聴者さんによっては本当に苦手な人いそうだよな。正直私もかなりダメージ受けてるわね。ただ奥まで来たんだけど、何も新しいものなさそうなのよね。シートラックじゃ深度150までしか行けねえし、アップグレードしないと後々苦労しそうだな。お、そしてここの上登って探索できそうね。だな、どうする？探索するか？いや、今回はこの辺りで終わりにするわ。まあ尺的にもそうか。それじゃあ皆さんご視聴ありがとうなんだぜ。チャンネル登録、高評価、コメント等お願いします。3、2、1。チャオ。